奈良記念の予想です。お願いします。はい、まあダービーがね終わったんですけども、またすぐね競馬始まります。あの2歳の新馬戦もあったりとね、またここから始まるわけなんですけども、なんか安田記念の方にばっかね注目が集まってて、このレース全く見向きもされてないんですけども、それでもね頑張っていこうと思います。まあ9頭立てで、ね、ちょっと寂しいんですけど、まあねこういうレースをねしっかり当ててね、安田記念に向けていい弾みをねつけれたらなと思います。はい、というわけでね、まあ今回の鳴尾記念なんですけど、見えちゃったんですよね。今回の鳴尾記念勝つのは谷野フランケルなんですよ。はい、まあ簡単に説明すると、まあ開幕週のね阪神、まあ、逃げ決まりやすいじゃないですか。で、鞍上滝豊は、まあ、正確な体内時計でラップを刻んで逃げられるじゃないですか。で、谷野フランケルにとって内回り2000の条件って絶好の条件じゃないですか。で、この谷野フランケル休み明けね、1ヶ月2ヶ月以上休み明けの時馬券外したことないじゃないですか。だからまあ本命にするしかないんですよね。はい、でまあ他のね馬の印もなんですけど、まああとは相手1頭だけです。はい、6番ステイフーリッシュだけですね。まあ、ステイフーリッシュ G1 以外堅実に走るから、まあ、このメンツならね大阪杯13着から巻き返しが期待できるかなと思いました。はい、というわけでね、ボンレス高島さんの見解はねぜひご覧ください。ボンレス高島さんはね、まあ、ダービーでねめちゃめちゃ負けたらしいんでね、あんまやる気がないと思うんですけども、非常に落ち込んでてねテンション低いと思うんですけども、まあ見てやってください。どうぞ。はい、どうもこんにちは、ボンレス高島です。ダービー終わりましたけどね、また新馬戦も始まる楽しい時期ですので予想頑張っていこうと思います。はい、鳴尾記念からです。本命じゃなくてケシウマがギーベオン170キーにしました。まあね、頭数少ないんで、決勝馬がなかなか難しいレースではあるんですけど、まあ、この馬金庫賞を見に行った時に本命にしたわけなんですけど、まあちょっとね頭数少ないって言ってもローカル重賞でね外国人ジョッキーが乗ったぐらいにしかもう活躍するのは難しいのかなという見切りをつけ始めてはいるんですけど、まあ、サマー2000シリーズとかでね、まあ、勝ちそうなイメージがそれできますけど、本命は谷野フランケルにしました。まあ馬場がどうなるかはあんまり分かんないですけど、まあ開幕週で天候が不利になるっていうことはまあ考えづらいので、まあね木曜日にとっているのでバックとかはまあちょっとね分からないですけど、滝豊ジョッキーがまあ制するんじゃないかなというふうに思います。はい、以上です。はい、よかったら参考にしてください。で、買い目ですね。買い目はこちらです。谷野フランケルの単勝と谷野フランケルとステイフーリッシュのワイド1点。はい、こんな感じでいこうと思います。まあこのワイド1点でも5、6倍、7、8倍ぐらいつくんじゃないかな。うん、ギベオンとか他の馬にね、もっと人気集まると思うし、レーンの馬とかに、なんでこのワイドはなかなかいい狙いだとね我ながら思いましたよ。この馬券は悪くないですね。なんでかっていうと、割とね信頼できる馬2頭なのにもかかわらずちょっとあんまり目が向いてないから割とつくというオッズが、だからこの買い目は悪くないですね。はい、というわけで、まあ、ぜひね鳴尾記念皆さんね、やる人いたらね、どうなのかっていうのをコメントください。やらなかったらコメントしなくていいです。さよなら。